イサークレビタン、イサークイリーチレビタン、イザークエレアッチレビタン、ロシア語、1860年8月18日、グレゴリオ歴8月30日から1900年7月22日、グレゴリオ歴8月4日は、ロシアの風景画家。イサークレビタンは、現在のリトアニアカウナス地方のキバル隊にあった、シュテットル、ユダヤ人コミュニティに生まれた。 教育を受けたユダヤ人家庭であったが貧困にあえいでいた。父エリアシフはラビの子でイエシーバーを完全に終え、その後は自身で勉強をしていた。彼はカウナスでドイツ語とフランス語を教えていた。後にフランスの建設会社が鉄道橋の建設に当たった時には通訳を務めた。1870年初め、レビタン家はモスクワへ移住した。 1873年9月、イサークは、モスクワ美術学校に入学した。そこでは、実刑アベルがすでに2年学んでいた。1年間シャクラスに在籍し、イサークは、自然主義クラスへ席を移した。その後すぐ風景がクラスへ移った。レビタンの死は、有名なアレクセイ・サフラソフ、バシリペロフ、バシリポレノフであった。学校での成功によって、レビタンは、 商品の絵の具箱とニダースの筆をもらった。1875年、レビタンの母が亡くなり、父が重病になったが、四人の兄弟たちは両親の援助をすることができなくなっていた。父は1879年に亡くなった。一家は石品状態に滑り落ちた。レビタンの才能と成績、そして学校に彼を行かせるために講演者が現れ、彼は 奨学金を受けることができた。1877年、レビタンの作品が初めて公に展示され、マスコミから好意的な反応を得た。1879年に起きた、アレクサンドル・ソロビエフによる、ロシア皇帝アレクサンドル二世の暗殺事件後、ロシア帝国内の大都市でのユダヤ人国内追放が盛んになったため、一家はサルティコフカの郊外へ移ることを強いられた。 しかし、秋に公的機関は、芸術の熱愛者から圧力を受け、レビタン家の機関を許すと回答した。1880年、彼の作品、ソコルニキの秋の日が、有名な事前家で、芸術収集家、パーベルトレチャコフによって買い上げられた。1884年春、レビタンは移動派で知られる。 ロシアリアリズム芸術のグループによって流動性のある芸術展示に参加した。1891年には移動派会員となった。モスクワ美術学校で絵画、彫刻、建築を学ぶ間、レビタインはコンスタンチン・コロビン、ミハイル・ネステロフ、建築家、ヒョードル・シェフテル、画家ニコライ・チェーホフ、劇作家、アントン・チェーホフのニーラ芸術家と親しい友人同士であった。 レビタンはしばしばチェーホフを訪ね、レビタンがチェーホフの妹マリアと恋愛関係にあると勘ぐるものもいた。1880年代初頭、レビタンはチェーホフ兄弟とイラスト雑誌モスクワで共作した。コロビンと共に1885年から1886年の間、彼はサバ・マーモントフのオペラのシーンを描いた。1880年代、彼は ポレノフの家で油絵と水彩画を共に描いた。レビタンの作品は、ロシアの風景の詩的な魅力を反響する深栄なものとされた。下ノフ修道院の眺め、現在所在不明を除いて、レビタンは都市の風景を描かなかった。ネステルフによって言及されたように、モスクワ市が描かれている絵は、クレムジンの照明だけである。1870年代後半。 彼はしばしば、モスクワの近辺で絵を描き、特別に変化に富んだ、バクバクとした風景を確立した。これは、曲線と自然の状態を浄化したもので、人間の感情の状態が表されるようになっていった。オスタンキの宮殿で絵を描く間、彼は、邸宅の部屋と公園の断片を描いたが、彼が最も好んだのは、森林や穏やかな田舎にある私的な場所であった。彼の作品で、 特徴的なのは、静まり返っていて、ほとんど優秀の空想が、田園の風景に囲まれて、人の存在を描いているところにある。これらの優秀な例は、ウラジーミルカイドウ、1892年、ユーグルの小生、1892年、永遠の残余、1894年などであり、これらすべて、トレチャコフ美術館に所蔵されている。彼の晩年の作品には、 印象主義との親密さが伺えることから、彼のパレットはいつも無言で、彼の意図が視覚的であるとか、科学的であるより、さらに自然主義的で私的であったのである。1890年夏、デビタンはユーリー・エヴェツへ行き、おびただしい風景の中から、修作、クリボー・セルスキ修道院の眺めを描いた。彼の最高の作の一つである、静寂の修道院は、 こうして誕生した。静寂の修道院のイメージと川に架かる橋のイメージは、それが外の世界と繋がっていることを意味し、芸術家の精神的実行を表現している。この絵がチェーホフに強い印象を与えたことが知られる。1892年には、デビタンは再びユダヤ人迫害の中で、モスクワを逃れ、ウラジーミルやトベリ付近の田舎町を転々とする時期を過ごす。 この時に、ボルガ川沿いの小都市プリオスに滞在して描いた数々の風景画は彼の作品の中でも重要なものとなった。1897年、すでに名の知られていたレビタンは定立芸術アカデミー会員に選ばれ、1898年には彼の母校にある風景画スタジオに彼の名前が付けられた。レビタンは人生最後の年を クリミア半島にあるチェーホフの家で過ごした。絶え間ない病気の影響にもかかわらず、彼の最後の作品は増大する光で満たされている。それらは静音とロシアの自然の永遠の美を反映しているのである。彼はモスクワ・ドロゴミロボ地区にあるユダヤ人墓地に埋葬された。1941年4月、デビタンの亡骸はノボデビジ墓地のチェーホフの墓地の隣に埋葬された。 レビタンは生涯独身で子供もいなかった。イサークレビタンの莫大な影響力を持つ芸術遺産は100以上の水彩、パステルがイラスト、製図からなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。